まさきさんはどうすか、競技品出るんすか WM、うん、やばわかんない、なんかこう為替が大変そうだった。ほほう、これもなんか夜電話かかってきて深夜に、うん、どうしたって言ったら、ちょっと明日また電話するわって言って明日電話するわっていう電話、うん、で朝電話かかってきて、どうしたって言ったら、いやちょっとね俺ねみたいなどうのこうのって説明して、また後で電話するわって、あちょっとだけ教えてもらってでちょっとずつなんだ、そうで昼過ぎぐらいに寝てたんだけど電話で起きて、どうしたって言ったら、あごめん寝てたって言われて、な寝てた、ね、寝起きだよって言った、実はさーっつって、こうでみたいな、ああ分かったわーっつってなるほど、そういう経緯、ね、どうなることやらどうなることやらって感じで、もめっちゃ頑張ってたっすけどね、川さん、俺にも言うまくってくれたし、どうやったらうまくなりますか。ちなみにあいつ全員で送ってるよ、競技シーンの、あのみんなにすごいっすよ。でもやっぱり三宅さん、どうやったらうまくなりますか。今回のプレイヤーに聞くな、ほんとキーマンに来てけ、キーマンに。いやでも俺ガチめにアドバイスしたけどねガチめのアドバイスだよなんで長文でめちゃくちゃ、なんだったっけな、デッドラインを覚えるといいかもしれない。三宅、君が覚えるものじゃないか、それ言われてるやつだ。ハースさんマジですごい。でもデッドラインは別になんか俺らの構成でキャラ構成的にカワセのデッドラインは多分あんまないよ。まあ確かに。まあなぶことは、うん、まあ、チーデスやってる感はちょっとあったかもしれない。なんかカワさんポツンとしてたよ、チーデスの時。ポツンってしてた、うん、ポツンってしてた。いやいや、まああいつはお散歩大好きだから。それも昔好きだったよな。キャラ層の方が良さそうだけどな。でもね、バルはね、あいつがやりたくないって言ったんだよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。あいつ、長物うまいからさ、俺もバルいいなって思ったんだけど、あいつが、やっぱこう、バルってファーストノックになりがちの立ち位置があるじゃん。うんうんうん、それが怖いんだって。三宅、全く恐れてないのに？恐れてないよ、俺。あんなに叱られてもやり続けてワンピックされるけどね。俺、ワンピックされること少ないけどな。三宅がね、IG になってからマジで減った。ほぼないんじゃね、三宅が IG 始まってから。俺 IG うまいもん。リスク管理できてるから、ちゃんと。あれだったなぁ。でもね、考えるか考えないかでやっぱ違うね。考えないから。語りますね、三宅さん。普通にマジで、お散歩かわすっていうロゴが好きだ。ゴロ？別にそれ言われても別に気にしないでやってほしいけどな、やっぱり。うん、俺川下さん強いと思ってたけどな、惜しいな。まあまあでも相当来てたんだろうな。まあ自分の判断だからこっちは何とも言えない。何とも言えない。なるほど。頑張ってる姿がすごい素敵な人だな。